はい、こんばんは。上京してきてですね、1週間経ったんですけど、短かったのか長かったのかっていうのすらもちょっとこう分かれへんぐらい、なんかまあまだこう慣れてはないかなっていう感じですね。ほんまに1週間過ごして感じたことは、なんか渋谷っていうとこがあるんですよ。なんか渋谷っていうとこがあって、なんかそこにすごい行くことが多いですね。1週間しか経ってないのに数え切られへんぐらい渋谷っていうとこに行ってるんですけど、なんか知ってます？渋谷っていうとこがあるんですけど、なんて今日も行ってきて、人の量が異常です。はい。大阪行った時から、まあ、難波やったり、こう梅田やったり、まあ、よくいたんですけど、その辺でこう遊んでたんですけど、なんか日じゃないというか、例えば大阪ですごい道頓堀とか、アメ村、三角公園みたいな。あ、三つ公園か。三角公園ってみんな言うんですけど、あれ三つ公園って言うんですよ。アメ村の、あそこね。その辺に人が密集してるイメージあるんですけど、それがずっと続いてるみたいな、そういう印象。で、同じとこをこうバーって、ぐるぐる歩いたりとか、なんかその全然道も覚えられへんし、ちょっとこう怖いです。未だに渋谷に行くのがちょっと怖い。最近まあ覚えたんですけど、渋谷センター街っていうのがあるらしくて、そこだけ唯一覚えましたね。なんでかって言ったら、やっぱ俺大阪の血がやっぱこう流れてるんで、神座食いたくなるんですよ。ラーメンね、あの白菜とかいっぱい入った道頓堀神座、その渋谷センター街っていうところにあって、そこにこう食べに行ったんですよ。大阪の味求めて食べに行ったんですよ。じゃあ、僕以外外国人の方でしたね。おいっつって、おいっつって、えいっつって言ってました。ラーメン食べながら言ってましたよ。おいっつって、美味しいぜって。はい。そんな感じですね。人が多いなっていう印象。その渋谷っていうとこは、あんま知らんすけど。僕あんまわかんないですけど。渋谷っていうのは、僕の中で人が多くて、すごい道が覚えにくいです。はい。もう一個なんかこの東京やなっていうエピソードあるんですけど、聞いてもらっていいですか？聞いてもらっていいですか？僕なんか血筋的になんですけどね。血筋的に仕方ないんですけど、こう大抵のものを無印良品揃えたいっていう血筋なんですよ。まあ遺伝ですかね。遺伝なのかな？それで、こう、とある無印良品に行って、やっぱ冬寒いじゃないですか。それでこう家の中でスリッパ欲しいなと思って、無印良品行ったんですよ。んで、なんかすごいいい感じのスリッパがこう790円っていう、それダイソーとか行ったらね、もっと安く売ってるんですけど、790円、まあ、ちょうどいいかなっていう。あ、いいやんと思って、ちょっと可愛いしいいやんと、790円のレーンにあったスリッパを取ったんですよ。で、上にもこう似たスリッパが売ってて、そっちは3000円ぐらいしたんですよね。なんか似てんなーって思ったんですけど、僕確実に790円のレーンから取ってるんで、もう790円やろって思ってたら、3000円やったんですよ、それ。え？って思って。でも東京やから、しゃあないかと思って。東京やからしゃあないかっていう思ったっす。何なんですかね。わかんないですけど。誰が悪いとかじゃないんですけど、
多分東京なんで、あの790円とか取ったスリッパが実はその上のレーン3000円のスリッパのがそこにあったんですよ、790円のとこに。結局でもデザイン気に入ってるからもうその3000円の方を買ってたんですよ多分。だからもういいかなっていうか。でもなんかこう、790円のやつ取ったけどレジット3000円やって、すげえ東京感じて、あやっぱその厳しいっすね、厳しいなっていう、そう思いました。はい、東京やなって店員さんに言いそうになりました。東京やなって言わなかったですけどね。でそのスリッパがこちらになるんですけど、はい、裏もちょっとこう普通のスリッパとちょっと違くて、めっちゃ軽くてすごい履きやすくて、あの3000払う価値ありました。正直これが東京に順応していってるってことなのかなって。これ1週間経ってるから順応してますけど、2日とかでそれも経験してたらもう立ち直れてないというか、多分大阪帰ってるんで1週間経っててよかったなってアホみたいなこと喋ってますけど、実際今日はその友達と遊んだ帰りなんで、そんなこう寂しくないんですけど、一日何もない日とかがあるとちょっと若干あの病んでます。はい、皆さんから見て僕がどう見えてるかわかんないんですけど、メンタルが終わってるんで、一日家でおった日とかマジでむちゃくちゃ病んでます。まあ、徐々にこう慣れていくんやろうなっていうか、まあ、正直やっぱこうどれだけ大阪で恵まれてたかっていうか、まあ、生まれた場所なんでね、そんな慣れるなれへんないんですけど、そんな感じです。はい、応援してください。はい、一週間で何言うてんねんって、まあ、言われないでんじゃうぞって、思った人はね、はい、チャンネル登録、高評価、そしてコメント、コメントはしてくれたら嬉しいんでお願いします。まあ何でもいいですよ。スヌースリッパいいですねとか何でもいいです。私も無印大好きですとか何でもいいです。コメントください。あとインスタグラムやってて、インスタも概要欄貼っとくんで、そこから飛んでフォローしてくれたら最高。それ全部してくれたら歓喜。それだけ。じゃあ。